そのうちの一つが国や東京都の予算の応援をもらっていないという無駄です。二つ目の問題点である緑が全国で一番少ない中野、この解決策ともつながりますけれども、中野は東京都内で唯一都立公園がない自治体であります。私が今というか都議会議員の時から提案しておりますのは、中野区内の大きな公園、例えば平和の森、そして哲学堂、今の区の計画は木を全部切って体育館を建てたり、木を全部切って井上遠良さんの展示会を展示館を作ったりする、こういうことを計画して、非常に大きな公木となっている大木も無造作に切ってしまうという無神経な区政に対して、区民の皆様からもうちょっと緑自然を大切にした方がいい、こういう反発が出ています。全国で一番公園面積が少ないのに、それを増やそうともせずに、その猫の額の中でやりくりしようとするから、こういう無理が生じます。中野以外の都内の自治体は全て都立公園を計画し、東京都に仕事をさせる。せなり緑を区のわずかな予算ではなくて、東京都の潤沢な予算で広げていく。例えば我々の中野と兄弟のような区で杉並区、隣の杉並区には神田川の上流に善福寺川がある。中野から杉並に入って善福寺川に行くと、都立和田堀公園、善福寺公園というのがございます。杉並の区立公園ではなく都立公園です。そしてこの都立善福寺公園、和田堀公園、この中には川幅400m、300m、こういう幅で長さ4キロ、5キロにわたって川沿いに都立公園がずっと続いていく。都立公園中野にないのでどういうものかわからないという方がいてびっくりしました。都立公園というのは原っぱが広がっているだけではありません。広い区域の中にテニスコートもある、野球場もある、サッカー場もある。よろしくお願いいたします。そして子どものための例えば飛行機公園、こういう施設もある。あるいは自然観察林もある、釣り堀もありました。さまざまバーベキュー施設もある。さまざまな施設が都の予算で広大な広さの公園の中に整備を都がしている。中野以外では全部の自治体で東京都がそういう緑、そしてこれはただの憩いの場ではなくって災害の時の避難場所になっている。あるいは災害の直後、避難をした後、今度は仮設住宅を建てなければいけない、この仮設住宅を建てる敷地にもなる。中野にはこれがない。全国で一番一人当たりの公園面積も、一人当たりの公有地、公共の施設の面積も全国で最も少ない。こういう区政が何十年続いてきた。そして変えようとしない。私もずっと中野区長に、東京都に中野だけない都立公園を作りましょうと、このように申し入れをしましたが、いまだに何の音沙汰も動きもないのは皆様ご存知の通り、中野には都立公園の計画はありません。来月の6月10日、ぜひこういう中野区を続けるのでなくて、皆様が都議会に送り込んでいただいて東京都の勉強をしてきた、ありがとうございます、皆様に都議会議員として使っていただいたこのノウハウ、知識、東京都のやり取り、これを中野区に持ち帰らせていただきたい。せっかく7年間使っていただいた吉田浩一郎を、中野区に一つだけない都立公園を作る、避難場所を皆様に確保する、この仕事を今の区長は4期16年しないということが分かっていますので、立派な業績も残されている、それは高く評価しますけれども、今度は違うことに中野区は取り組む、避難場所を作る、このように取り組ませていただきたい、お願いを申し上げます。